部の方はだいぶ降りてくるようですね。超レアなものを見つけました。これ私前から知ってたんですけれども、ここのですね、近江のですね、郷土博物館には幻の、旧日本軍のですね、爆撃機、飛龍のですね、実は、残骸というか、一部がですね、収蔵されております。これ近江市でね、実は言いますと、墜落したものでございます。本当に一部ですけどね、映っております。こちらのですね、なんかエンジンの部品というか残骸の一部をですね、実は言いますと、これは青梅市にですね、戦時中墜落した B29 のですね、残骸でございます。こちらがですね、隣に置いてあるこのなんか鉄の塊みたいなのが、これもですね、実は言うと先ほど映しました旧日本軍のですね、陸軍の重爆撃機飛龍のですね、エンジンの一部でございます。これはですね、おそらく日本ではですね、ここしかこういうものは置いてないと思います。はい、今ですね、郷土博物館のですね、展示物を見てきました。まあ貴重なものもね、ございましたけれども、ちょっとですね、まあちょっと今後この、郷土博物館をですね、ちょっと維持していくにはどうしたらいいのかちょっと考えなければいけない部分も、私は感じました。街を良くすると細谷秀明でございました。現場からは以上です。観光客の方はだいぶ降りてくるんですね。